こんにちはシュタインバッハ大学の石川です2024年4月5日未明ウクライナ軍は44機とも言われる多数の無人航空機を使用してロシア連邦南部のロストフ州のモロゾフスク航空基地に対して飽和攻撃を仕掛けましたウクライナ軍がロストフに飛ばした無人自爆機は44機とも50機とも60機とも言われています。 この結果モロゾフスク航空基地で少なくとも6機のロシア軍航空機が破壊されその他8機が損傷したと現時点ではウクライナ保安庁は見ていますまたこの日クラスノダール地方のエイスク航空基地とサラトフ州のエンゲルス航空基地なども無人航空機で攻撃しました凶悪のことについてお話します 4月5日未明にウクライナ軍が44機もの無人自爆機を使って攻撃したのは、ロシア連邦ロストフ州にあるモロゾフスク航空基地です。ウクライナ国境からは130キロメートル、ウクライナ東部の最前線からは300キロメートル、ドニエプル川西岸からは500キロメートルの距離にあるロシア軍の航空基地です。 ロシア軍にとってこのモロゾフスク航空基地は最前線から往復600キロメートルと攻撃にも守りにもうってつけの航空基地となっていました逆にウクライナ軍にとってはこの基地は何としても潰さなければならない目の上のタンコブでしたこの映像は4月5日に SNS にアップされました。ロロシア連邦ロストフ州で 夜空に激しい対空砲火が上がっている様子ですしかしその一方で地平に爆発の赤い閃光が次々と見え爆発音が魔王を置いて響きます この映像も4月5日に SNS にアップされました。ロシア連邦ロストフ州でドローンの音が聞こえて、女性がスマホのカメラをその方向に向けます。ご覧ください。 ウクライナ保安庁筋の情報としてモロゾフスク航空基地へのこの攻撃で少なくとも6機の航空機が破壊されその他8機の航空機が損傷を受けたとウクライナのメディアは報じています元ロシア国防省の報道官でロシアの軍事ブロガーセルゲイビッチ・ズビンチュク氏はインターネット上に公開されたビデオから判断すると ドローンは非常に低い高度で飛行しておりそのためレーダー探知からの機密性が高まっていたと分析していますロシアのメディアブロックノットによればロシア国防省はロストフ州上空でロシア防空軍が44機の無人航空機を撃墜したと大本営発表しましたこの時撃墜したドローン1機の破片が民家に落ちて その家のの家番犬1匹が死死亡しししたととててていいいいまますす人間の死傷者は出ていないとしていますモロゾフスク航空基地のロシア軍人20名が死傷したという情報も SNS には上がっていますがこの情報については裏は取れていませんロストフ州のワシリー・ゴルベフ知事は送電線の損傷で停電が起き 約600人の住民が暗闇の中で過ごしたと発表しましたまた撃墜されたドローンの不発弾処理をしていたところ不意に爆発したため8人の負傷者が出たとロシアのメディアは報じていますなおウクライナ軍はこの日ロストフ州のモロゾフスク航空基地のほかにクラスノダール地方のエイスク航空基地と サラトフ州のエンゲルス航空基地なども無人航空機で攻撃しましたクラスノダール地方のエイスク航空基地では2機の対地攻撃機スホーイ25が破壊されたといいますまたサラトフ州のエンゲルス航空基地では2機または3機の戦略爆撃機ツポレフ95が損傷を負ったとされています 今日はここままでします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンもお願いいたします。それではまた。